はい。天山放送、鉄道です。皆さんどうもお疲れ様です。えー、ご協、ご、ははは。 噛んじゃいましたね最初から、えー、ここで普通は撮り直しをするんですがおじさんは厚かましいのでそのまま行きます、えー、ご好評いただいたですねあの運送会社のトラブルシリーズやりましたでトラブルシリーズでですねあの結構3回4回やったんですがそれであのちょっと運送屋行くのをやめようかなみたいなコメントがちょいちょい来ましてですね、えー、非常にがっかりですねあのそういうこともある楽しいところですよということなんですがまああの いいこともあれば悪いこともあるのであの僕は結構あのネガティブな情報をあんまり言わないんですが、えー、言わないんですがやっぱりあの やっぱその仕事を会社にはやっぱり表と裏があるので、えー、まあどっちもポジティブな話題もネガティブな話題もお話しして、えー、それでも運送屋いいですよとどうあの来てみてはいかがですかというあのプレゼンをさせていただきたいなと思ってまして、まあ、あの若干あのネガティブな要素はあのちょっとになってますがあのこの間まで話してたあのトラブルシリーズみたいな感じのこともあの運送会社ではあの起こりますよということで、えー、それでも運送会社あの面白いところですよっていう感じで。 ですね、それであの今日はです、ね、あのトラブルシリーズまた変化球でいこうかと思うんですけどあのトラブルのその後っていうことでちょっとお話したいなと思います、えー、一つですねそのトラブルになったっ、えー、とに僕の人生のターニングポイントになったお話が一つ実はあるんですよはいそれをですね一つお話ししようかなと最後の方にはい思いますでまあ,あのトラブルいくつかあの今まで紹介しました はい、えー、それですね、あのー、女性関係のトラブルですね、あのーまあ、巨乳だったり、貧乳だったり、まあ、美乳と呼んでくれみたいなコメントも結構たくさん来たので、ここはあえて美乳と呼びますが、あのー、父の大きさがどうであれ、ですねあの、トラブルを起こした女性、まあ、その彼女が起こしたわけではないんですが、その彼女を取り巻く、えー、とアホな親父たちが起こしたトラブル、えー、その後はですね、大体その女性は辞めてます、会社。 はい、やっぱりちょっとですねいづらくなったりとか。 まあ、あの面白くないなとか怖いなっていう思いをされてですね大体あの会社は退職されるパターンが多いです、えー、それで、まあ、違う会社に違う運送会社に行くパターンもありますしもう全然関係ない仕事に就かれる方も、えー、いらっしゃいますでその後知らないっていうパターンもありますので僕自身が何、えー、とも言えないんですが、えー、と結構な確率、まあ、あの男同士がトラブルを起こしたとか揉めたとかで、えー、問題が起きた場合はその、えー、と該当する情勢は、えー、大体やめてますね、えー、ただあの 巨乳の容赦のおばちゃん、はい、あのブルンブルンしてあの腕とか肩とかに当たって「<laughs> みたいなあのた我々2役を楽しませてくれた巨乳のおばちゃんはですねあの僕の方がその倉庫作業をやめてしまったのでその後ちょっとどうか分かりませんね、はい、あのまだあの元気でやってらっしゃるといいなとそして周りの男どもをやっぱりこういい気分に楽しい気分にさせてくれるという、はい、そういう素晴らしい才能をお持ちの方だったので、えー、まだ運送屋やってると嬉しいなといつかどこか であってまたバスッと当たるといいかなとはいあのゲスな想像をしてみますねはいえー、まあそれでですねあと社員旅行の大乱闘の話ありましたね、えー、社員旅行でえっ、ー、と まあ、喧嘩沙汰になりましたと。はい。で、まあ、僕は、あの、最初は賛成しなかったんですが、あの、自分の会社のおじさんが、あの、首つかまれて引きずり回されてるの見て、ちょっとあの、ちょっと賛成してしまったんですよね。これが残念ながら、アワビを食い損ねてしまいましたね。いろんなアワビを。はい。えっ、ー、と、<laughs> <laughs> あのダメですね <laughs> あの本当にあの生きたアワビでこうまだ動いてるようなやつをこう炭火でこう焼いてくれるみたいなあのすごいやっぱりあのいい旅館で,で <laughs> そこはやっぱあの4年に1回の会社の社員旅行なんで会社もですねあの社員をねぎらおうみたいなことであの結構高級な旅館高級な料理そしてあの高級か分かんないけどあの結構あとかわいい感じのコンパニオンさんがたくさん来てましてですねあのまあ 社員をやっぱり何しろもてなそうみたいな、えー、イベントだったんですよ はいえー、なのでですね僕もあの楽しみたかったんですがちょっとあの若かったのでカッと来てしまいましてですねあのトラブルに参戦してしまいまして、えーまあ、結局ですね、あのー、その後の後日談ということになると,、えー、と本社の方では2人ぐらいクビになって1人は、えー、自主的に退社したみたいな、えー、そんな感じでした、えー、そして、こっちの、えー、と川崎側の方はです、ね、えっ、ー、と1人、えー、となんかあの当事者に土下座して謝ってクビを回避したおじさんがい えー、そしてですねなぜか別にあんまり関係なかった僕があのやっぱその日のビンゴで当たった5万円もらえなかったっていう。<laughs> えー、そういういい感じになってしまいましままたねあのやっぱりあの会社は運転手に何としてもこうあの得をしてもらおうというのでその前段階で,です、ね、あのビンゴ大会があったんですよ。でビンゴであのテレビとか、まあ、もう10年以上前の話ですのでね、はい、液晶テレビとかですね何ですかねあのステレオセット分かんないですね <laughs> なんかあのそういう普段買えないような豪華景品とあと現金あの1万円3万円5万円10万円みたいなそういうビンゴで何しろたくさん当たるみたいなそういうイベントだった そして僕はなんとあのビンゴで5万円を当ててですねであのか次の日の帰りに社長からあのじ々に手渡してもらえるという権利を得ていたんですが、えー、そのトラブルに賛成してしまったことが原因でそのビンゴの商品はあのなしになってしまいましたね僕はね、はいまあ、とりあえずそれで、えー、後でお,お咎めなしになったのでいいと言えばいいんですが5万円欲しかったですねあの次の日もらえると思ってワクワクしてたらあのお前は昨日喧嘩したからあげないみたいな感じになりましてですねえらいがっかりしたと、はい、こういうことです。 えー、そしてですねあとあのー、また僕がもっと若い頃20代の頃にあのー、物流、えー、川崎でやっていて、えー、千葉からあの偉そうな親父の武将が来てですねあのー、大会社の社則を持ってきて、えー、まあ ミーティングでトラブルになったたというお話をしましたそしてまそあてあみんな部長の意に沿ったことを言って反省している姿勢を見せている中僕だけあの部長に反抗してですねえ言い争いになって結果あのえ千葉の本社勤務になってそれを断ったらクビになったというお話をしましたね <laughs> もう今考えてもその部長がクズでしたねもう,もうクズ中のクズだと思いますもう自分は仕事もしないであの結構デブなんですよあのすごいえと180センチぐらいの,あのデブで で、もうすんごいんですよ、丸々してるんですけど、足がめちゃめちゃ細いんですよね、<laughs> はい、よくわかんないおやじでしたね、で、あのベルトを無理っくりぎりぎり締めてるので、あのまるでハンプティー・ダンプティーみたいなおやじだったんですけど、まあその偉そうなハンプティー・ダンプティーに失礼ですけどね、そう言うとね、まあ、足がめちゃめちゃ細いあおやじでした、えー、それに逆らって僕はクビになったんですけれども、その話、後日談あるんですよ。<laughs> ででそこですねあのまあ、僕まだ若くてバンドやってる頃でトゲトゲしてたんですけれどもそこにやっぱあの <laughs> 元からですねあの現場作業のあのリーダーみたいな人がいたんですよ <laughs> まあ、名前出しちゃうとまずいんで一応あの S さんっていう人なんですけどあの親分がいたんですよね。ででそのののの親分の指示でああ僕らはあの コンテナから荷物を出したりトラックに積んだり明日の配送先をどこですかみたいなそういう親分の指示で僕たちは動いてたんですよただ僕も若くてあの仕事もできるという自信があったのであの結構あの適当にっていうかやってたんですよねまああのそこで働いてるやつよりも僕はあの一番仕事できると勝手に思ってたんでただそれであのクビになりましたと首というかまああの 代謝なななののか、かかよくわんないんいですけど、えー、それでですね、あの好き勝手やってた会社はもうこんなとこいねえやと思って、あの、行ってですね、最後、えー、とそこの川崎営業所の事務所みたいなところに行って、挨拶して、あの、お世話になりました、みたいな、あざっす、みたいな感じでですね、まあ、若かった、何度も言うんですけど、僕もまだ若い小僧でしたので、バンドやってる頃でこんな頭してましたのでね、はい、あの万事丸みたいな頭してたので、僕も、はい、<laughs> 万事丸知ってますか。まあいいや。 親分あのまあ僕もちょっと世話になったなと思ってたんですよなのであの事務所に行って親分にあのー S さんとはいあのおさんになりましたあざしたーみたいななんかそんな感じで <laughs> でその親分も結構気のいい人であーなんか今回ちょっと残念だったなみたいな あのでも「頑張れよ」みたいな「お前ならどこでも行ってもあの通用するからな」みたいなことを言,言ってもらって、うん、そりゃそうだよなって俺も僕も思ってたんですよね「バカですよね」はい、そして「ああ雑誌どうも」みたいな感じであのそのプレハブの事務所を出て行ったら。 あので帰ろうと思ってあの車庫の方にあるって言ったらですねそのプレハブの事務所からあのジムのおばちゃんがすごい勢いで追っかけてきたんですよで「あの哲郎君ちょっと待ちなさい」みたいな半切れなんですよおばちゃんが「なんだなんだなんだ <laughs>」と思ってですね「えー、どうしたんすか何な,なんすか?」っていう感じで聞いたら「あんたあんな態度でいいの?」みたいな感じで言われて何のことだかさっぱり分かんなかったんですよねその時であの S さんその親分の S さんは「あの。<laughs> あの人は S さんはあんたのことすごい買ってくれてたんだよと。であの、結構あんた今まで随分トラブル起こしてきたじゃないっていう話をされたんですよ。で、まあ、あのトラブル起こしてきたんですよ、その当時。あの、あの客と喧嘩したりとかですね、あの荷物壊してみたりとかですね、まあそういういろんなトラブル、あの喧嘩沙汰とかもあったんですけど、いろんなトラブル僕も起こしてきたんですけど、僕は自分はあの仕事ができるので、それはあのチャラになってると思ってたんですよ。でで ああもちろん遅刻もしない、もう当然なんですけど、遅刻もしないですし、あのー、無断欠勤とかもしませんし、えっ、ー、と、まあ、休みの日も率先して出てるみたいな、で、仕事も誰よりも早くできるみたいな、えー、そういう自信もあって、やってるっていう気持ちもあったので、えー、それはそれで、あの、チャラだなと、自分の中で勝手に思ってたんですけど、実は、そのおばちゃん曰く、あの、親分が全部あんたのことかばってくれてたんだよ っていう話をその時初めて聞いたんですよそしてその時初めて気が付いたっていう愚かな僕、はいあのーまあ、本当にまあ若かったんで,でそれであの何かにつけてあんたがトラブルを起こしてのあの人が間に入ってくれて謝りに行ってくれたりとかかばってくれたりとかあいつはあ,のあんな感じだけどあの仕事はちゃんと真面目にやると。 でお客さんのところにつけるととお客さんとはそんなにトラブルを起こさないであの荷卸ろしも荷扱いも上手だしであのサボらずに真面目に帰ってきてこっちで仕事も手伝ってくれるしみたいな感じで親分がすごい僕のことを買ってくれてあの気に入ってくれてあの何かあった時のトラブルを全てかばってくれてた金でかばってくれてたんだよって <laughs> そのおばちゃんが言うんですよ。でそこであの僕も ああだからそんなにお咎がめなかったんだあれもこれもそれも、えー、とあれもかみたいなもういくつも出てくるんですけどそんなに怒られたことなかったんですよ会社からでペナルティー取られたこともなかったですしでそれは勝手に僕は自分の実力が上だからって思ってたんですけど実はその親分が陰で全部かばってくれてたんだよってことをそのおばちゃんに怒鳴りつけられて言われた瞬間に気がつきましたとはい、えー、それでですね「しまったー俺何やってんだ」ってあのすごいめちゃめちゃ後悔したんですけど でそのおばちゃんが「S さんにあの謝ってきなさい」みたいな「ちゃんと挨拶し,してきなさい」みたいな「そんなんじゃああんたは人として間違ってるよ」みたいなあのことを言われましてですね、えー、そこであの気付いたんですけれども。 あのまあ若かったっていうのもありますしでまるで僕気づいてなかったんですよそしておばちゃんに言われてあれもこれもってあの点と点と点と点がもう全部線でつながって輪っかになってあ俺の実力じゃなかったっていうことがあの気づいたんですよねまるまる気づいたんですよそのやめるその日にそしたらやっぱり普通だったらあ であのその戻ってあの「S さん親分どうも本当にお世話になりました」っていうのが普通だと思いますそれが筋だと思うんですけどあの僕その時それ気づいた瞬間にめちゃめちゃ恥ずかしくなっちゃって俺あの間違ってたなっていうのに気づいてあのもういても立ってもいられなくてもう消えてしまいたいとあの思ったんですよね瞬間的にもう真っ赤になっちゃって恥ずかしくてもう見られたくないって思ったんで。 その時って何か分かんないですけど「ああああ」みたいな,なんかそんな声であの僕走って帰っちゃったんですよね。恥ずかしいんですけどこれもう笑って言うようなことじゃなくてあの恥をばらしてるようなもんなんですけどあのその時やっぱり戻ってやっぱりすいませんでしたって挨拶することができなくてもう,はもうどうにか消えてしまいたいと思ってあの走って車庫まで車のところまでってそのまま帰っちゃったんですよ。 えー、そして今に至ります。<laughs> 本当にあの人生で後悔していること何かあるあるかって言わればやっぱりあの2つ3つぐらいはやっぱりあるんですけどあのそのことをめちゃめちゃ後悔してますやっぱりあの時あの戻ってちゃんと挨拶して俺言っとけばよかったなってあの今でもすごくちょっと思い出すって感じですねあの本当にかばってくれた親分の S さん S さんと言わせていただきますあの元漁師のあの人だったんですけどねあのすごくあの 別にそういう感じのタイプじゃなかったんですけどあの結構おおらかな人で,であの楽しく仕事しようみたいなそんな感じの人だったんですけどね本当にあのこ,ここで <laughs> 15年20年ぐらい越しにあの本当にどうもありがとうございましたあのこの通りの仕上がりになりましたあの非常に体型も性格も丸くなりました。あのあのあの <laughs> すいません、どうも、本当に、その説はお世話になりました。ありがとうございました。はい、えー、まあ、そういう、あのー、僕のですね、思い出、後日談、あの恥ずかしい話ですね。本当に人として間違ってる対応をしてしまったなと、もう恥ずかしくてしょうがなかったんですよね、気づいた瞬間に。 あのそういう時ってやっぱりあのまともに理屈じゃ行動できないんだなっていうことをあの未だにあの思ってます。はい、えー。以上ですね、トラブルの、えー、後日談でした。はい、ちょっと恥ずかしい話しちゃいましたね、おじさんね。はい。えー、皆さんも気をつけていただきたいなと思います。はい、以上、低山放送、デーザウでした。どうもありがとうございます。ごきげんよう。